えー、皆さんこんにちは美容家の先岡めぐみです、えー。今日はたるみについてお話しします。たるみって年齢感もちろんなんですけど、お顔立ちまで変えてしまう。あれこんなにお顔大きかったっけみたいな。あれこんなに顔って長かったっけとか、あれこんな目ちっちゃかったっけみたいな。もともとお顔立ちまで変えてしまう美の大敵ですよね。どうにかできないかなと思って、今日は最先端の知見をベースにして、私の実体験も交えながらたるみになる。 ならない習慣をお届けします実はたるみって単に皮膚の問題だけじゃないんですよね大雑把に言うと過衰と萎縮っていうふうに言われます本当に様々な部位がそして様々な要因が絡まっているのでスキンケアだけではどうしてもやっぱり足りない部分があるんですねなのでたるみにならない習慣が大事になってきますきっとこれを見たら1年後とか10年後のご自分の顔が変わってると思うのでぜひ最後までご覧ください 軽みにならない7つの習慣のうち1つ目です。UV カットをしっかりすること。美肌のためには日焼け止めを欠か,かさず塗るっていうのはまあ、基本中の基本ですよね。皆さんもうご存知のことなんですけれども、改めてご説明しますね。これ特に防いでいただきたいのが UVA なんですよね。紫外線って UVA と UVB があるのってわかる UVA の方は Pa+ とか Pa+++ とか最大 4+ プラスまでで表記されるんですけどもこのね UVA って何で気をつけていただきたいかっていうと波長がねすごく UVB よりも長いんですよ。お肌の奥底まで張り弾力とかを司る神秘っていう部分にまで届いてダメージを与えてしまうんですね。 シンって皆さんがねよくご存知のコラーゲン組織がある場所針とか弾力を司ってるんですけどもここにダメージを与えられちゃったら針も弾力もなくなっちゃうっていうことになっちゃうのでたるみの大きな一因になっちゃうんですよね紫外線を浴びるとただ肌が黒くなってシミができちゃうとかだけじゃない,いあ、そうなんですよシワもたるみもなってしまうっていう、うん うん、これってベッドのマットレスみたいなのを思い浮かべていただけたらいいんですけども神秘っってていう部分ってお肌の土台なんですよねこのベッドのマットレスってこうごめんなさい私ちょっとあのベッド屋さんじゃないのであの私はよく分かってないんですけどスプリングがあると押しても元に戻るこれが神秘にあるエラスチンっていうものの役割なんですねとあと引っ張っても破れないこれはコラーゲンなんですね張りですであとはベッドのこうスプリングとか埋めてる綿みたいなこれがヒアルロン酸とか、ね なんですよねだから体を支えててくれてるっていうことになりますねベッドのマトレスへたってしまったら当然ねたるみますよね皮膚はね光老化って言われて紫外線に当たってしまうとぐちゃぐちゃなコラーゲンができちゃったりとかソーラーエラストーシスって言ってちょっと難しい言葉なんですけども異常なエラスチンが蓄積してしまうベッドで言うとスプリンクがかれちゃうみたいなことになっちゃうんですよねこの光老化っていうのはエイジング全般の約8割を占めるって言われているので本当に UV カットって大事なんですよね 予防なくして美肌ならずこの UVA ってなんと紫外線の約9割を占めてます冬でも夏の1 2分の1から1 3分の1もあるのでちょっと油断できないと窓ガラスも透過するので今日は外出しないから大丈夫だみたいな感じで日焼け止めを塗らないっていうのは NG 雨の日曇りの日も UVA あるんですよね快晴の日を100とすると曇りの日は60%雨の日は 30%UVA 降り注いでます たるまないためめにににははままさに日日焼け止めは必須になってきます、はい、長い時にあんまり日焼け止めを塗ってなかったりとかしてもうすでにちょっと光老化が出てきちゃってる人とかでもその日からちゃんと始めたらちょっと意味あるんですか、ねうん、あ意味あります意味あります紫外線って生涯で浴びた量の蓄積って言われているので子供の頃知りたかったよねっていう事実なんですけど <laughs> 本当に今気づいたらすぐ今すぐ始めていただけるといいかなというふうに思います。 でではたるみにならなならいい習慣2つ目です砂糖を取り過ぎないこれは10日お肌の焦げになってしまうからなんですけども糖をたくさん摂り過ぎるとタンパク質と糖が結びついてしまって変成してしまうんですねで最終的に AGE っていう物質を作り出して神秘の成分がししてしまうんですねいわゆる神秘が硬くなっちゃって張りも弾力もなくなっちゃうっていうことになっちゃうんですねよくね健康診断で血糖値 出るじゃないですか血糖値高い方が結構要注意なんですよね健康だけの問題じゃなくって見た目エイジングにも関わるつまりたるみにも関わってくるよっていうのをちょっと頭の片隅に入れておいていただいて砂糖を取りすぎないようにしようって思っていただけるといいかなと思いますここまで1番 uv カット2番砂糖を取りすぎまあなんかこの辺は他でもよく言われてるよねって思った方いらっしゃると思うんですねちょっとここからは先きめくのオタク魂炸裂でお宅に行きますので楽しみに聞いていただけたらと思います 軽みにならない習慣三つ目うつ伏せや横向きで寝ない富士フ,フィルムさんの研究で変形ダメージが発生するんだよっていうで夜うつ伏せで寝るとなんと頬が5ミリ以上で目元口元は3ミリ以上動いていると でそれによってコラーゲンとかを作り出している繊維がが細細胞胞っていうう神秘の細胞が潰れちゃうあとはその繊維が細胞って引っ張られてる状態でみんなが集まって引っ張り合ってたりするんですよ要は孤立しちゃう繊維が細胞のネットワークが破綻するっていう言い方をするんですけどもさらにコラーゲンとかエラスチンの生成に関わる遺伝子も減少しちゃう。 あとととコラーゲン分解酵素も増加しちちゃうと皮膚のたるみにはちょっと悪いことづくめなんですよねついに横向きうつ伏せで、ね、寝たくなっちゃうんですけどちょっと気をつけたいところ実は日中も表情の動きで頬が 3mm 以上動いてるっていうこともフジフィルムさんの研究で分かっているのであの24時間変形ダメージっていうのは起きてるんですけれどもやっぱり夜の方がダメージが大きいんですよねうつ伏せで今から寝ようとしてた方是非仰向けになっていただけたらと思います。 たるみにならない習慣4つ目むくみを放置しないむくみはたるみにつながるっていう報告がいくつかあるんですよ単にむくみって水分取りすぎておかったとかね <laughs> なんかパンってなってるだけの話じゃないですねまあ、むくみは何かっていうと私たちの細胞って血液から栄養と酸素をもらって で代謝して、老廃物を血液とリンパに回収してもらっていくんですけれども、リンパの方が結構大きいタンパク質とかも回収していくんですよね。このリンパ管って結構ね、あの大事だっていうふうに近年結構な知見がいろいろ出てまして、あの垂耳みがいもね。 ちょっと2つご紹介するんですけども1つがポーラさんによる研究なんですね大人むくみを放置するとたるみに繋がるっていう新知見なんですねこれどういうことかっていうと原因はストレスなんだよって言ってるんで、ね、ストレスが発生すると肌にもコルチゾールっていうストレスを受けると反応して作られるホルモンストレスホルモンと言われるものなんですけどもこのコルチゾールが皮膚にも存在しますで、これが活性化しちゃうんですよね でそのコルチゾールによってなんとリンパ管とか毛細血管の細胞が減少してしまう、まあ、つまりは脆くなってしまうってことこですよねそれで過剰な水分が貯留しちゃってむくみが発生しますよと。 でさらに悪いことに、基底膜を構成するコラーゲン7型とコラーゲン5型がなんと減少してしまうということをポーラさん見つけてるんですよね。つまりストレスがあるとコルチゾールが出るよと、で皮膚にもコルチゾールがありますよ。と。そうするとリンパや毛細血管がもろくなりますよ。さらに視網膜が脆弱化してしまいます。だからむくみとたるみっていうのはつながってるんですよっていう知見なんですよね。でこれでどうしたらいいかっていうと、まあこれはね本当にストレス発散ですよね。ストレスを溜め込まないようにすること。 なかなか難しいんだけれども、ドバーって癒しになるようなものを、なんか見つけていただけるといいかなって思います。な、うん、んとなく、こう元気な人って、肌も元気な感じ。あれって、なんか別に理由はないのかなと思ってたんですけど。あるあるある,あ,ある。ある。あるんです。裏付けが。うん、あと私さ、毛穴とかにもつながってたりとかするので。<ー>そうそう、だから、結構ね、ストレスをためないこととか。 あのストレス発散することすごい大事なんですよね実は睡眠不足でもコルチゾールって過剰に出ちゃうんですねなので一時間でも多く寝ることこの私が言うのもねな,なんですけどもまあしっかり寝るっていうことですね一時間でも多く寝るっていうことですねもう一つね実は資生堂さんからもむくみやたるみにつながるっていう報告がありまして紫外線とか過励によってリンパ管って脆くなるんだよとリンパ管をね形成する細胞リンパ管内皮細胞って言うんですけどもこの子たちが私リンパ管内皮細胞でいることやめ 運命変えてもう違う細胞になりますでそうするとあれリンパ内皮を構成してた細胞が欠損しちゃうっていうことになるのでどんどんリンパってもろく老化していってしまうんですよね。ということを資生徒さんは見つけてるの、ね、でこのもろくなったリンパ管からリンパの中を流れてる脂肪酸が漏れ出てしまって。 でなんと脂肪細胞の分化を直接促進してしまう脂肪細胞の細胞分裂をどん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 促進してしまうっていうことが分かっているんですよね皮下脂肪ってこうたるんってあるとたるみにつながるじゃないですかこれと同じでやっぱたるみを引き起こしてしまう意外とねむくみの原因であるリンパの脆弱化っていうのはすごい大事なんですよねたるみにとって。 これじゃどうしたらいいのっていうとまあ、習慣としてはまずリンパ管が衰える原因の一つとして紫外線があるので絶対に紫外線もしっかりカットしましょうあとは猫背でいるとねこういうとことか詰まってくるんですよね、うん、もちろんこういうとことかこういうお顔のゴミ箱って言われるとことかいろいろ詰まってくるんですねなのでシュンと姿勢を正してみるとか私がお勧すすめしているのは整体に行くことなんですけども本当に整体ってすごい美肌に直結してるなって私自身もすごい実感しているのでむくみがなくなると たるみもなくなっていくというかあの改善していくなっていう実感があるのでぜひちょっと整体チェックしてみていただけるといいかなと思いますあとはちょっとやめていただきたいのは自己流でリンパマッサージとかはあまりちょっと私推奨してないんですね理由はちょっとこの次にお話しするんですけどもやるとしたらリンパ節が詰まってるこの耳の部分をこう大きく回す自家線とか結構集まってるんです耳の表側耳の裏側って耳を大きく回すと結構顔ってすっきりするんですよねあと こここ鎖骨あるじゃないですかこういうチョキみたいな感じにしてもらって鎖骨をこう挟んでぐっとね人差し指を中側に入れるみたいなこれもとても有効ですこれ今お話ししたむくみはたるみにつながるっていうことって皮膚の話でもあり皮下組織脂肪の組織の話でもあるんですけども脂肪組織皮下組織ですねの状態が良い状態であるっていうことは実はたるみだけではなく美肌全般透明感であったりとかしわがないとかあのそういった美肌全般にあの関係してくる 本当にねむくみを放置しないこともろくなるとたるみになるんだなっていうことをちょっと頭に入れておいて今言ったような習慣を身につけていただけるといいかなと思います。 とたるみにならない習慣5つ目です朝ぐりぐりマッサージしないでこれは皮下組織まあ脂肪組織のお話と皮膚のお話両方なんですけどもコラーゲンって、ね、皮膚の真皮だけにあると思われてるんですけども実はちょっと違います皮下組織脂肪組織の中にもありますお肌の杭の役割っていうか柱の役割っていうのかな を果たしているコラーゲン構造 RC 構造というのがありますこれレテナクラクティスって言うんですけどもこの RC 構造が壊れちゃう可能性が大なんですねこれってどういうことかっていうとセミライトをね想像していただくと分かりやすいんですけども老廃物とか脂肪とかに RC 構造が絡まっちゃってる ぐぐっっっちちちゃゃゃに絡まっちゃってててるる状態なんですだからボコってしてるのねこれ RC 構造ってコラーゲンとかでもできているのでセルライトは老廃物や脂肪あとはコラーゲン構造が絡まったものというふうに思ってもらっていいですセルライト除去したいなと思うと大体グリグリ押し潰すんですよね塊をほぐさなくちゃいけないのでグリグリ押し潰すそうするとセルライトが除去されるんですけどもそうするとたるむっていうことが分かってるんですよね。ななんでみたいな やっぱお肌のクイの役割を果たしている RC 構造を壊してるからなんですよね<ー>クイがなくなっちゃったのでたるみますよね<ー>と RC 構造って 重力によって戦争い浅い方の脂肪が加水するのを食い止めてるんですね。なのですごい大事な部位なんですよ。ぐりぐりマッサージするとこのお肌の杭の役割をしている RC 構造を壊してしまう可能性があるんですね。これはちょっとやめていただきたいかなっていうふうに私個人的に思います。最低限朝はやめてねっていうふうに言ってるんですね私。朝は紫外線浴びますよね。RC 構造が壊れたまま紫外線浴びるとそれが編成して固着化してしまう。 少なくとも朝はカッサとかボールのついたようなものでグリグリとかはしない方がいいかなというふうに私は個人的に思っています続いては六つ目です無表情・無関心無表情は筋肉の話、無関心は皮膚の話になりますちょっと別々の話になるんですね無関心ってのそのメンタル的なことですかそう、メンタル的なこと、うん うんまずちょっと表情からご説明しますね表情筋って他にありますよねこの筋肉って実は加齢とともに変性することが分かってますこの変性するって何かっていうと年取ってくると筋肉って緩むって思ってません思ってますそれは実は正確には間違いなんですねたるみは筋肉の硬縮たるみイコール筋肉が硬くなることって断言してる形成外科医の先生とかもいるのねこれも分かってることなんですけども年齢が高い方ほど筋肉が過緊張を生じるって言われてるんですね シワが典型例だって言われてるんですね。無形のしゅぐと、無形寄せるじゃないですか。そうすると、ここの歯茎っていうのが過緊張生じて、無形のしわができちゃう。 って言われてるんですよねでマスク生活でほら口元覆われてるから、えっと、どうしても口元が無表情でいますよねそうすると口角下勢筋って言われる口角を下げる筋肉があるんですけどもここがね緊張生じちゃうのね使わなすぎちゃって硬くなっちゃうっていうのかなそれでぐっと下がるそうすると口角もぐっと下がる口角を無理してあげないと笑えないっていう方は要注意なんですよねある程度はあの動かしてあげないといけないんですよね。つまりね筋肉はしなやかであることが いいんですよね。硬いと無理に引っ張ってるだけ。やっぱり筋肉は動かさないと衰えるって言われているので、まあ、無表情でいると硬くなるよと。だから表情を豊かにしていきましょうねっていうことなんだけれども、こう強い表情っていうのはそれもやっぱ過緊張生じやすくなるので、それもやめた方がいいっていう風なことになります。表情ってこうじゃあちょっと大きく笑ってみようみたいな風にして動かすと今度目尻になんか皺がねできちゃったりするので、私としては EMS 美顔器で筋肉に電気信号を与えて動かしたら。 あげるっていうのはすごい20この無表情っていうのをちょっと気をつけていただけるとあとなんか強い表情っていうのも気をつけていただけるといいかなっていうふうに思います次ね無関心についてなんですよねこれ何ですよね <laughs> またちょっとねポーラさんの研究なんでねポーラさんってやっぱねたるみ についてすごいやっぱ研究されてるんですよねポーラさんの研究ではなんと好奇心を持つとハリが出るって言ってるんですねこれどういうことかっていうと好奇心を感じた時に脳から分泌されるメッセージ物質お肌に来ますとそうすると肌弾力を高めているっていうことがあの分かりましたっていうことなんですねこれもっとちょっとオタクの話をすると神秘の構造を支えるテネイシンっていう物質があるんですねこれが多く満たされるんですってだから好奇心を感じると神秘の構造を支えるテネイシンっていう物質が多く 生み出されるからハリダ力を高めますよっていうことになるんですね。だからワクワクすることとか、あと好きなことに没頭すること、これすごく大事になってきますね。たるみになりたくないなって思ったら、ぜひとワクワクしたりとか、押し勝つみたいなことしたりとか、メンタル的に楽しくにはなるようなことをしていただけたらなというふうに思います。私ねなんかね実はねなぜなぜめぐちゃんというふうな意味を持ってるんですよ。<laughs> 昔から親に言われてもう本当にあなたは子どもの頃からなぜなぜうるさかったって何かあるとえなんでどうして今もそれがずっと続いてだからどうして皮膚はこうなるのみたいなどうしてシミはこういうふうに消えないのとかどうしてシミが再燃するのとかそういうこともずっと考えてるんですよねだからなんでなんでかずっと今でも続いてるんですけどそういうなぜなぜはたるみにならない習慣にはなってるっていうことみたいですね。はい 次最後です。7つ目、骨活を意識する私たちの顔面、お顔を支える一番下の部分ですね、骨です。うん、骨粗鬆症なんて遠い話と思った方いらっしゃったと思うんだよね。でもそれ間違いなんですね。まあ、骨って何をしているかっていうと、皮膚とか皮下組織とかがまあ、テントだとすると、えっと骨はそれを支えるまさに。 骨組みですよね。骨組みがヘタンってなっちゃったら、頬の部分、テントは崩れますよね。うん、こういうことなんですね。まあ皮膚や脂肪とか筋肉支えきれずに、たるみになってきますよってことなんですね。どうして骨組みがなんて遠い話と思ったら、大間違いよって言ったかっていうと、頭蓋骨、顔面骨も、カレーとともに痩せる、萎縮するっていうことが分かってるんですよね。実はさらに、体の骨よりも、お顔の骨の方が痩せやすいっていう風うに言われています。<ー>骨が減 で萎縮するから実は眼科とか理上甲とかって穴が開いてる部分開大していくんですよで、そうすると例えば目がくぼんでくるとか団子っ花になるとか 顔変わっっててないっていうすは <laughs> あれなんかおじいちゃんなんか昔より団子っ鼻になってないみたいな <laughs> うちの祖父とかそうだったんですけどであとやっぱ頬骨とかも萎縮して頬が平べったくなっちゃったりとかあとこういう歯槽骨あの歯の骨ですよねこれが痩せてしまう萎縮してしまうので陣中が長くなっちゃう。<laughs> だからほんとね骨って顔立ちの老化印象に直結してるんですよだから骨活っていうのを私広めていきたいなと思って骨のエイジングケアなんだけどもぜひあの意識していただきたいと思いますでも具体的にどうするのっていうところなんですけど3つあります一つ目は骨を作るるホルモンを活性化することなんですねこれどうやったらいいかっていうと軽い衝撃を加えるってことなんですよカレーとともに骨を作る ホルモンって減少しちゃうんですね骨を作る細胞って負荷がかかるとその負荷に対応としてオステオカルシンっていう骨ホルモンを多く分泌するんですよ、うん、なので軽い衝撃っていいんですねで2つ目はお食事のことなんですよね骨ってまあ、カルシウム結構大部分占めてますよねなのでカルシウム取ること大事なんですけれどもカルシウムだけだと体内に吸収されにくいのでビタミン D と一緒に取るといいんですねでお食事では何かっていうとシラスがおすすめなのねタンパク質も多いの ので非常に美肌にもいいんですねあとはビタミン D は鮭豊富です今真冬気をつけていただきたいのはビタミン D の方なんですよね真冬ってほら紫外線量少ないじゃないですかだからビタミン D が作られにくいのね特に意識してあのビタミン D をサプリとかお食事から摂取した方がいい季節 ということになりますねあと三つ目エストロゲン女性ホルモン用成分を摂取するということなんですねやっぱり、ね、年齢とともに女性ホルモンも減っていきますよね二十代中盤ぐらいから緩やかに女性ホルモンってあの減少しているのでの若い方でも注意 なんですね、エストロゲンという女性ホルモンは実はねエストロゲンが減ってしまうと骨を壊す細胞破骨細胞の働きがエストロゲンが減少すると盛んになっちゃうんですってそうすると骨を作る骨が細胞の働きが追いつかなくなっちゃうのねあ大変だいっぱい壊れすぎちゃってあなんか作るの追いつかなくなっちゃったっていうふうになっちゃうので骨量が減ってスカスカになっちゃうよと。 でで骨粗々々にななっっっちちゃゃううよってことになっちゃうんですね私は細胞の女性ホルモン受容体に働く活性型のイソフラボンエクオールを飲んでます私エクエルっていう大塚製薬も飲んでるんですけども最近ねなんかトコエルっていう出たんですよエクオールのほかにビタイミン E とカルシウムも配合されているので骨にもいいしあとむくみにもいいっていうふうに作られてますトコエルに塗り替えようかなっていうふうに思ってます今話しててくださっった、うん、タルミのケアって、うん 何歳ぐららいから始めるもう、まあ、20代入ったらすぐって感じです今すぐ始めるに越したことはないのでもうどの世代の方も今すぐやってくださいいかがでしたでしょうかたるみにならない習慣7つこれねたるみって単に皮膚だけの問題じゃないっていうことがお分かりいただけたかなというふうに思います皮膚皮下組織筋肉そして骨いう根が深いんですよね実はこの全部を貫いてる支持人体っていう人体の問題っていうのもあるんですねでも本当にさまざまな要因が絡まってるだからスキンケアでは なかなかやっぱり解決しにくいので総合的なケアが必要なんですよねだからぜひタレミにならない7つの習慣をつけてい,っていただけたらなというふうに思いますこの動画がためになったよとかもう今すぐこの習慣やってみますみたいな思ってくださった方はぜひ高評価チャンネル登録お願いいたしますではまた